岐阜の浮気が発覚し、話し合いをするから録音機材を貸してほしいと姑さんから電話があり、義理実家へ。話し合いの間そばにいてほしいと言われ同席しました。義理実家に来たのは若い男女で、結婚を控えているそうです。そちらの方は？私の婚約者で彼氏くんです。婚約者？聞いてないよ。何度も言いました。俺も彼女の携帯から婚約者がいると送りましたよ。だってまるまるちゃんが冗談っぽく言うから、やきもち焼かせたいのかと思って信じてなかったし。一時が万事、こんな調子でヘラヘラしている岐阜に怒りゲージが振り切れそうな三人をなだめつつ、今こそ盛大にプギャーしてやるときと思った。お父さんキモいんですよ。ハゲチビデブの三拍子揃ったキューピーをおぞましくしたような五十絡みのおっさんが20代の女子と付き合えるって本気で思ったんですか？だいたいプレゼントがラッシュの石鹸って、しかもデートしないなら石鹸代返せって、それなんて縁故で、石鹸突き返されたら職場で貢がされて捨てられたって言いふらしたんでしょ？それなんてパワハラ。なんで知ってんの？今さっき女性さんの携帯見せてもらいました。女性の携帯には岐阜のセクハラメールや婚約者との相談がバッチリ残っていました。私はセクハラ岐阜にいろいろ言えてすっきり、姑さんは岐阜と離婚できてすっきり。岐阜は岐阜親戚の手で北の大地へ強制撤去で存在がすっきり。話し合いを録音したテープを大量にダビングして岐阜親戚一同に送ってやったためか、姑さんにお詫びの電話が大量に来ているそうです。スカダが気持ち悪い。この嫁さんは強いな。キューピーをおぞましくのくだり盛大に積もった。そんなもんで北の大地を汚すな。